武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福岡大学の、数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、大きく3種類のパターンがあって、まず医学部、医学科と、あと理学部と工学部、そしてそれ以外の学部、で医学部と理学部、工学部に関しては90分、で、まあ、数3まで、という形で、それ以外の学部は 2B までで70分という形ですね。で、まあ、全体的な難易度、としては、医学部、医学科は、まあ、マーチの、標準や発展までは、まあ、やっておいた方がいいかなという難易度。そして理学部、工学部に関しては、一部その医学部と共通問題あるものの、医学部と比べるとやっぱり若干難易度は下がるので、まあ日大の発展までやってればある程度の問題大体は解けると。で、余裕があればマーチの入門までやっていけばいい程度。で、医学部、理工学部以外の、まあ、2B までで、十分な学部に関しては日大発展までやっておけば十分程度の難易度ですね。ただ、あの、大問の中で記述問題が、大問の最後に出てくる形式となっておりますので、記述の練習を、しておく、必要があります。普段の問題集からその記述をやっておくっていう、やり方でもいいんですけれども、まあ、全然その記述の練習したことないよ、やり方わかんないよ、独学でやるとあのチェックがなかなか難しいよという場合であれば、まあ、あの寸大のキャンパスですね、国公立用の問題集などを使って、まあ、対策しておく、形でもいいかなとは思います。まあ、普段の問題集は記述練習していれば特別そこを気にする必要はないかと思うんですけれども、まあ、その対策も必要であればやってください。で、問題の分野などに関しては割とあの、まあ、理系の医学部とかであっても、まあ、データのあたりとか出てくるっていうことを考えると、全体的に幅広く対応できるようにしておく必要があるかなとは思います。なので 1A、2B、3に関して苦手範囲を作らず、ちゃんと全範囲同じレベルまで仕上げておく。で、まあ、あの難易度が優しい分ミスが致命傷になりかねないので、計算ミスだったり、まあ、あの記述で減点をされるってことがないように、完成度を意識した学習をするように心がけてください。これは別に医学部、医学科に限った話じゃなくて、全ての学部の、勉強に対して、どれもですね、まあ、一見して解けないという問題っていうのはほとんど、ないかなと思いますので、その分、まあ、みんな解けるであろうものに対してミスをした人間から振り落とされていくという形になりますので、まあ、ノーミスでいけるように計算力と記述力、しっかり鍛えてですね、解ける問題確実に点に取り切るように、心がけて学習をしてください。以上が数学の勉強となります。